GE アビエーションはアメリカ合衆国の航空機エンジンメーカー。複合企業、ゼネラルエレクトリック傘下の GE インフラストラクチャーの一部門。本社はオハイオ州エヴァンデールにある。GE アビエーションの車有機であるボーイング747。左翼の第二エンジンを完装し、試験に用いられる。世界最大の航空エンジンメーカーで、 商用機でも多くのシェアを占める GE グループの主要な実業部門である。2005年9月にゼネラルエレクトリックエアクラフトエンジンズから解消した。1942年スチームガスタービンと航空レッシュプロエンジン用ターボ加級機で実績のあったゼネラルエレクトリックはターボジェットエンジンの実用化にあたってアメリカ国防総省から指名され、 当時技術的に先行していたパワーゼット W1 のライセンス生産にマサチューセッツ州林で着手した。後にこの林工場では商用ターボシャフト発電機なども手掛けている。エヴァンデール本社工場は中型の CFM56 の他に LM6000、LM2500 LM などガスタービンを担当し、またノースカロライナ州のダーラム工場では大型の GE90、 CF6、CF34 CF などの組み立てが行われている。これらのタービンブレードなど主要部品は、ケベック州ブロモン、ニューハンプシャー州フックセット、ケンタッキー州マディソンビル、バーモント州、ラトランドなどで分散生産されている。同社の主要強合車は、ロールスロイスとプラットホイットニーである。フランスの航空エンジンメーカースネックマとは、百七十四年に、 CFM インターナショナルを設立し、民生用、中型エンジン分野で提携している。大型機市場では、ライバルのプラットホイットニーとエンジンアライアンスを立ち上げ、ロールスロイスに対抗した。また小型機市場では、ホンダ技研工業との合弁企業 GE、ホンダエアロエンジンを設立した。1950年代には、ターボジェットエンジンが多軸化しつつある中で、 超音速機には短軸ターボジェットこそが最適との考えから J79,J85,J97 といった短軸エンジンを開発、当時の戦闘機等に搭載され、民間機向けの派生型も製造された。勾配パスターボファンエンジンが登場した1960年代になると超音速用ターボジェットにおいても、多軸式が短軸より優秀と判断して路線を転換し、 超音速機用の2軸ターボジェットも製造するようになった。こうして GE-15 が生まれ、その発展型として YJ-101 を開発、これは F404 へと進化した。ゲアへの末期には、アメリカの航空機メーカーボーイングの新型機787に対し GE-90 の発展型ジェネックスを提案し、ロールスロイスと共に選定された。 また787の競合機として、ヨーロッパの航空機メーカーエアバスが開発中のエアバス A350XWBMGE90 よびジェネックスの採用を強く働きかけ、さらに747から400の後継機として、開発中の747から8への2年間のエンジン独占供給権も確保している。これらの大量受注の背景には、グループ内に 有力なファイナンス部門を要する GE が航空機本体のローン契約と抱き合わせで自社製エンジンを強引に販売している事実が存在し EU 各国政府や協業者などから非難を浴びている。ロールスロイ・ストレントの交算省2007年1月15日、ゼネラルエレクトリックはイギリスの大手エンジニアリング会社スミスグループの一部門である。 スミスエアロスペースを48億ドルで買収し子会社化した。ウォールストリートジャーナルの報道によると、この合併は最大顧客、ボーイング及びエアバスの価格圧力に対抗する目的だとしている。さらに報道の中でアナリストは2001年に一度買収を試みた航空電子部品製造大手ハネウェルを再び買収する可能性を指摘したが、 同年のサブプライムローン問題に橋を発する金融危機で GE グループは負荷を覆い、先行きは不透明化した。ゼネラルエレクトリック会110ターボファンエンジンゼネラル、エレクトリック会110ターボファンエンジンゼネラル、エレクトリック CF6 ターボファンエンジン GE、アビエーション、ファシリティーズ、GE アビエーションウェブサイト GE、 アビエーション、ヒストリー、GE Aviation Web Site。ABCD G2 Acquire、スミスエアロスペース、Extending Aviation Offerings Plans, JVWiz、スミスグループ2 Build Global Detection Business。GE Aviation 公式プレスリリース2007年1月15日。ABCD スミス,ス2、Cell Aerospace Ops 2 GE4 4.8ドル B、マグラス、S Stone。 アール・ウォール・ストリート・ジャーナル2007年1月15日 LV100 製品紹介ウェブページありがとうございます。